J2 横浜 FC の元日本代表三浦知良が日本サッカー協会からアギーレジャパンのアドバイザー役として就任要請を受けたことが14日分かった来年1月のアジア杯オーストラリア同6月にも始まる W 杯アジア予選などで客観的な立場視点からアドバイスを送る役目で数も前向きな姿勢を見せている実現すれば 現役選手としては極めて異例な日本代表入閣となる。カズがアギーレジャパンを支えていく W 杯ブラジル大会終了直後の7月中旬。日本協会幹部から日本代表のアドバイザー役を務めてもらえないかと打診された現役選手には異例の要請だ。意見が代表に反映されるのはアギーレ政権への入閣とも言える。カズにとって日本代表は今も夢であり憧れの存在だけに純粋はない。 できることなら何でも協力するよ、と即答したという。日本協会の技術委員長は現在、原博美専務理事が兼任しているが、下田正宏氏が9月に公認となる、下田氏は10年から技術委員として日本代表を支えてきたが、日本代表経験がない、そこで国際 A マッチ通算89試合55得点と圧倒的な経験を持つ数に意見、アドバイスを求める格好だ数は、 アジア杯や W 杯予選など大きな大会の時、客観的な立場で見てくれる人の意見が欲しいと言われた、と明かした。カズはアギーレジャパンの主軸候補となる、香川、長友らと親交が深く、オフに開催する欧州組との食事会は恒例行事になっている、人望が厚く影響力もあり、W 杯ブラジル大会では主力選手らから、カズさんを代表に帯同してほしい、という声が上がったほどだ。 経験に裏打ちされた言動には重みとカリスマ性があるだけに、アドバイザー役に就任すれば、日本代表にとって大きなプラスになるのは間違いない。アギーレジャパンには運命も感じていた、アギーレ監督が現役のメキシコ代表で27歳だった86年3月、カズが所属したサントスとの親善試合が米国で開催された、当時19歳のカズもベンチ入りしており、接点があったんだよ、と興奮も隠さない。 スには当時現ブラジル代表監督の文ガ氏も在籍宿舎で同室のカズは一からプロ選手の心得を叩き込まれた文ガがブラジル代表の監督アギーレさんが日本代表の監督俺だけ変わってないねまだ現役だもんねと笑う文ガ氏から教えられたように今度はカズが若き日本代表に助言していくことになる気持ちは早くも新生日本代表と共にある アギーレさんに会ったら最初に、あの試合は覚えてますかって聞いてみるよ。それから、違う形、選手、って呼んでもらってもいい、とね。スパイクも持ってくよ。47歳となった今も衰えない代表への威力。不屈の数魂をアギーレジャパンに注入する。